こんにちは。こんにちは。あかりです。ゆえです。はい、今日はターナビレッジの農業研修生が具体的にどんなことやるのかなっていうのが、うん、結構気になってる人が多かったので、それについてお話ししていこうと思います。はーい。はーい。お願いします。お願いします。じゃあまず3月スタートだと思うので、うんうんうん、3、4、5月ぐらいは何するかなみたいなのを覚えてる範囲で、うんうん、はい、3月は何から始まったか覚えてますか？はい、覚えてます。もう雪がまだまだ残ってて、寒くてでも超寒くて、うん、もうやばかったの忘れられない、あれはまあでも3月の来て、うんうんからの作業は桜の落ち葉と米ぬかを混ぜるっていう作業を主にしてて、堆肥作りですね。堆肥作り混ぜると、混ぜて3日後ぐらいになると熱が出てめっちゃ暖かくなるんだけど、それを堆肥としてとか、あと床土として使うためにそれをもうとにかく混ぜるっていう作業をしてました。3月はそれと同時進行で豆、乾燥した豆をこう瓶で叩いて取るっていう作業、懐かしい、もうしてたね、超懐かしい脱穀作業ね、あれいいよね、あれいい、あれ楽しいよね、あれいいんだよねいいよね、めっちゃ瞑想になるよね。そうそうそう。4月、4月も引き続き堆肥作り、混ぜ混ぜする作業と、4月は種を、あ、そうだ、そう、そこ重要だ、はい種をまき始めます、はい、そうですちっちゃいポットに種を入れて、そう準備するんだよね、桜の落ち葉と米ぬかを混ぜた、混ぜて発酵して熱ができたものをこう砕いて、でそれを土にしてそこに種を撒いていくっていう作業、あったかい土で育てる、ちっちゃいポットから育てるっていうのをやりましたね、すっごい感動するよね、もう種からさ、だって自分たちが食べてるお野菜ってみんな種から来てるんですよ、種から芽が出て大きくなって、そっから実がなるって本当に神秘的だよね、だってもうこんなちっちゃい種からさ、そうね、トマトがあんないっぱいなったりとか、こんな大きいかぼちゃが、ね、もう超すごいと思った。だってさ、あんなちっちゃい種一つからさ、もう形がとか色とかがさ、全然違うかぼちゃとかがさ、めっちゃなるってさ、種やばって思った。いやすごいよね、すごいね。でも種まき中はなんか初めてだったから、しかもさ、ダーナで食べるお野菜だからさ、なんか重要じゃん、だから、あ、自分が撒いた種芽出てこなかったらどうしようみたいなもっと感謝の気持ちがないとしそういう気持ちもちょっとあった、あけど、ちゃんと愛を込めて種まきをしました。よかったです、うん、確かにビビるね最初ね、こんな寒い芽出てくるのかなって、そうそうそう雪が溶け始めて、花を畑に掘っていくっていう作業をやりましたね。そう、でダーナの、 あの畑はトマトの一株一株でもう一つのめっちゃ深い穴を掘って、もうそこに一株しか植えないじゃん、だからもう本当に何百個の穴を手作業で、しかも結構深いんだよね、深い、それはもうみんなでひたすら掘るっていう、1メートルくらい、っていう作業もあったり、ありましたね、と同時に芽が出てきたりとかして、それのチェックだったりとか、そうだね、確かに確かに、あとあれだ、あの苗、接ぎ木、あ、接ぎ木ね、接ぎ木だ、そう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 、かぼちゃの苗とメロンの苗を接ぎ木するんですよ、このお互いの、ね、そういいところを伸ばしせますようにっていう、いいところを取って、で作物を育てるっていうんですけど、接ぎ木がありました、あれ好きだったな、接ぎ木、結構プロフェッショナルだよね、難しい、超細かい作業、こんな細い茎、にをこう、そうね、ちょっと切り込みを入れてでこぼこにして、これをこう、いやーすごい、本当にすごい職人技、あれを生み出したの
ヒカルさんね、すごいね。お互いのいいところをね、うん、ああいう形で補えるのは私も知らなかったから、うん、すごいですね、人間と、うん、一緒だね、本当に。が4月、はいはい、5月、5月、5月は田植えの準備でした。お米の種をちょっとね、こっちは遅いんだよね、春ゴールデンウィークぐらいに、うん、前か、あ、でもそれも4月か、これで4月かな、あれ4月だっけ、4月末だと思うな、うん、あれ5月かな、5月か、あの種を、米の種を植えて、で田植えの準備をしますね。もう最近のことのように感じるな。いやね、うん、確かに最近のことでもあり、うん、半年経ったのかみたいな、でもすごく濃密だよね、うん、やってることがいろいろあるからね、うんうんうん、そんな感じですかね、春は。はい、そんな感じです。5月ぐらいまでね、ダーナは寒かったね、去年は。普通にこんな格好してた、5月まで、うん、してた。東京はもう3月末ぐらいから暖かくて桜も咲いてると思うけど、ダーナは4月だしね、桜咲くの。いつも例年だと、例年だとでもゴールデンウィークに桜って言われてるんだけど、今年は2週間ぐらい早かった。桜って5月ぐらいに咲かなかったっけ。いや、うん、4月だった、うん、そうそう、今年はだから暖かいよね、うんうんうん、今も、うん、だからどうなるんだろうっていう感じだけど、雪とかも、うん、まあそんな感じで春の3ヶ月はそんな感じですかね。はい、はい、そんな感じです。はい、じゃあ次、秋編、秋じゃない、夏編も撮ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。